こんばんは。ここからは明日の全国の天気をお伝えします。まずは本日いただいたウェザーリポートを見ていきましょう。まずはこちら、岡山県津山市からいただいたウェザーリポートです。一雨欲しいところですといただきました。気温が上がって暑さが厳しくなっていたようですね。そしてこちらは神奈川県からいただいたウェザーリポートです。横浜市の方、こちらは雨の後ではなく、水をまいた後の様子だそうです。風が涼しいですといただきました。夕方頃に打ち水をするのも涼を取る、そういったことには効果的かもしれないですね。リポートありがとうございます。今日も暑くなったところが多くなりましたが、明日はどんな天気や体感になるのか見ていきましょう。それでは明日の天気を確認していきます。明日も高気圧に覆われて日差しが届くところが全国的に多くなっていきそうです。特に西日本では猛暑は一向目立っていますね。福岡では最高気温37度、広島や大阪でも35度ということで、明日も熱中症対策が欠かせません。お盆期間中の外出、車の運転の際もしっかりと熱中症対策を行ってください。また西日本、東日本では一部雨アイコンがついているところもありますね。雨アイコンのないところでも山沿いを中心にゲリラ雷雨にご注意ください。また台風6号は北海道に近づいています。明日道東では雨が降りやすい天気となりそうです。また明日の夜から週明けにかけては太平洋沿岸で波が高まりそうです。今後の最新情報にもご注意ください。以上、明日の全国の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。明日も素敵な一日をお過ごしください。